あるだけ、あるだけ、ほら、回線からあるだけ。おはようございます。えひろと申します。ご視聴ありがとうございます。雨です。もう梅雨ですよ。梅雨入りですよ。まあ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 、雨でも楽しく旅をしたい。そんな気持ちで今日やってまいりました。今高速道路です。珍しいね。熊本県八代市宮原サービスエリアっていうところに今泊まってます。休憩中です。休憩中と言いますか、今日はですね、今日泊まるところはちゃんと決めてます。安全な場所をちゃんと調べて確保してます。でもね、ご飯をね、何も決めてなかったのよ。今日の夜ご飯と明日の朝ご飯、それをですね、今宮原サービスエリアで購入いたしました。はい、それはまあ夕ご飯のお楽しみで。今日ご飯だけは行き当たりばったりなんで、何が出てくるか分かりません。サービスエリアの夕ご飯お楽しみに。私も楽しみです。ではですね、もうちょっと下っていきたいと思います。高速道路ですね。雨なので安全運転で行ってまいります。では今回もよろしくお願いします。よいしょ。ただいま。源泉かけ流しでございました。なんか褐色色の温泉ってやっぱ入った気になるよね。はあ、したらなんか一人奥様とずっとお話ししてたら、すっかり暗くなっちゃった。盛り上がったの、お話がね。
はあ、お腹すいた。はい、では今日の宿泊地へ行きましょう。やっと着いた。もうまたなんかね、無駄にさまよった。ちゃんと調べろよね。だってわかんないんだもん。熊本県人吉市の人吉の道の駅に来ました。人吉クラクフトパーク石野公園ってとこにいるのかな。人吉クラフトパーク石野公園と道の駅人吉って同じとこ？多分同じとこと思うんだけど。はい、多分そこにいます。またね、夜来たからね、全然わかんない。周りがどうなっとるのか。また明日夜が明けたら探検でございます。なんかね、すごい川の音がするんだよね。だから多分ね、すぐそばに川が流れてるんだと思う。はあ、お腹すいた。温泉入ったからお腹すいた。温泉上がったらね、すごい天気が良くなってたんで、明日晴れるかも。晴れたらね、お散歩しっかりできるから嬉しいです。今日の夕ご飯はさっき八代のサービスエリアで買ったご飯。温めるだけです。温めたいと思います。はい、ちゃんと両方シェード網戸にしたので、一応換気はしっかりしております。はい、そうだ、さっきね、ここに来た時さ、いや着いたからカーテンしようとか思ってさ、のらりくらりやってたらさ、なんかヤンキーの車がいっぱい入ってきてね、やばいって言ってから、もうめちゃくちゃ慌ててカーテンしてさ、わからん、なんかヤンキーが来るかもしれん。あー、でももうね、なんかビューって行っちゃった、どっか、みんな。3台ヤンキーのたまり場かな、まあいっか。はい、車好きの人だと思うんで私には関係ない。はい、大丈夫、はい、多分人吉のヤンキーいい方と思うんで気にしてて、私全然気にしてないんで、はい、しっかり行きたいと思います。ちゃんと車は鍵かけてます、ロックしっかりしてるんで、はい、ではお腹すいたんで温めていこう。はい、こちらが今日宮原サービスエリアで買った夕ご飯です。ごめんなさい、一番に申告します。小籠包、肉まんですね、5個入りを買いました。3つしかありません。そうです、2つ出来たてをサービスエリアですぐ食べたので減ってます、ごめんなさい。2つ食べました、出来たて、美味しかったです。小籠包3つですね。そしてこちらもうね、大好きなんです。見えるかな、後でちょっと見せます。こちらがね、ホタテの唐揚げ、これがね、カニの唐揚げ、これがね、イカの唐揚げ、唐揚げ屋さんで買ってきました。表におじさまがいらっしゃったので、はい、買ってきました。そしてこれが中で買ったやつ、はい、おにぎり、
おにぎり、鶏の唐揚げ、鶏の唐揚げ、ウインナー、卵焼き。はい、こちらを早急に温めたいと思います。よろしくお願いいたします。よし、もう食べる食べる、いただきます。お腹すいた、いただきます。はい、じゃんじゃじゃーん。お酒を飲まないエイヒロ、どこの子、山崎パンの山崎。はい、河内晩柑サイダー。晩柑っていうですね、熊本で有名な果物、みかん系柑橘類があるんですよ。そのサイダーだって。晩柑ってね、結構ね、苦い系だと私は思うんですよねあのグレープフルーツより。さあどうでしょう。はい、いただきます。くまモン。うまっ。あんまり苦くなかった。めっちゃ美味しい。あのすっきりしてる飲み応えが、あのみかんの甘さの甘みがない分ね、すっきり、ご飯にちょうど良かったかもしれん。食べるよ、だってお腹すいたもん。さっきあの卓上コンロで全部 一気にっていうか、バーって温めたんですけど、いただきます。うん、車内が猛烈に暑くなってねここにね来た時は25度ぐらいの車内の気温だったんですけど、一気にね30度になったご飯美味しい。なので温め終わってからすぐにあのもうドア全部開けようと思って、思ったらさ、向こうにまたヤンキーが来てて片方しか開けれんかったヤンキー側は閉じとって、あの誰もいない方だけねドア開けてね、全換気しました。なのでちょっと涼しくなった。それでもまだ 29.2 度。もうダメかな、もう車中泊で火は使えんかもしれん。もう加熱なし調理だな、次回の車中泊から。うん、あーうーまっ、うまい。何食べよう、私、ね、ずっと気になってたの、これ見える、ホタテの唐揚げいただきます。やっぱやばいぐらいうまい、やば。次、はい、見える、ピント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 、カニの唐揚げいただきます。うんま、もうレンちゃん。はいイカの唐揚げいただきます。やば、この3種類だったんですよ。あ、きびなごもあったかな、4種類あったんだ。ホタテ、カニ、きびなご、イカ。私きびなごがあんまり好きじゃないから、きびなごだけ買わんかった、ごめん。めっちゃ美味しい。順位つけがたい、全部優勝。
うん、まはい、お弁当のウインナーあ、燻製っぽい、燻製っぽい感じだった。はい、小籠包あのサービスエリアで食べた時は蒸したてだったけど、次はほらちょっとカリカリ焼きでいただきます。うまいうまい、うん、うんま、全部美味しい、ま、やばマジやばい、もう全部美味しい、ご飯もでも唐揚げ食べてないけど絶対美味しいに決まってるじゃん、卵焼きもめちゃくちゃ美味しい、今日そういえばですね、なんでサービスエリアのご飯にしたかっていうと、本当はねちょっと時間あったからね、仕込みの時間とかあったんですよ。だからなんかマックスバリューで買って、いつものようになんか仕込んで車内でなんかしようかなとも考えたんだけど、せっかく人吉に行くんで高速道路に乗るならね、サービスエリアか道の駅でやっぱりちょっと買いたいなと思って食材をね、そしたらちょっと熊本のアピールできるかなと思って勝手に熊本親善大使だから、はい、非公認です、非公認、非公認だから、だからね、だから今日そうサービスエリアでご飯揃えようと思って今日は作らなかったの、自分で。ご飯うまいな、これめっちゃ美味しい。今日の晩ご飯は正解だった美味しい美味しい、よし全部食べよう食べるのに集中するぞ、えい、お腹いっぱいになった、めっちゃ美味しかった、めちゃくちゃ良かった、私のチョイス自分で自分褒めてます美味しかった、やば、めっちゃ美味しかった、あのね、全部ね味付けが美味しかったのよ、もうなんかお醤油とかお塩とか何もいらんかった、全部美味しかった、そのままで。九州自動車道の宮原サービスエリア下り線です何のアピールやね皆さんぜひお立ち寄りください、はい、勝手に熊本親善大使でした、ごちそうさまでした。はい、くるくる回してるデザートタイムです、です、じゃんじゃじゃーん、読める、濃厚なめらかカスタードプリン、うちカフェ、そうです、ローソンです人吉のローソンで買いましたあのね、サービスエリアなかった、あれが、デザート系が何にもなくてさ、あの今日ね家出てくる時にね、ツイッター見てたらね、すっごい美味しそうなプリン食べてる人がいてあ、今日絶対プリン食べたいと思って、それでね、あの人吉のローソンに寄ってきましたじゃんじゃじゃーん、
じゃん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 、絶対美味しいやつ、いただきます。うおー、はい、キャラメルです。いただきます。うまかそらうまかよ、ローソンだもん、絶対うまいあ、よかった。もう今日なんか本当にあのね、ツイッター X 見てね、今日絶対プリン食べようと思って決めてきた。食べたい時にね、食べたいものが食べれるとね、美味しさ倍増だよね。濃厚滑らかカスタードプリンそのまんまや。説明いらん、もう世は満足じゃ、思い残すことはない美味しかった。今日も抜群の車中泊飯でした。ごめんね、作ってなくて。でもなんかこう、ほら、気軽に車中泊したい人ってこういう感じでもいいと思います、全然。うんうん。でもちょっと次からはね、加熱調理やめようはい、ごちそうさまでした。美味しかった。いや、就寝の時間になりましたやっと寝れます。今 27.9 度、さっき29度あったから一応全換気して2度は下げましたあとシェードも外して、もうあの閉めてます、全部密閉空間。寝れるかな、本当はね、ちょびっと開けて網戸で寝ようと思ったんだけどさ、多分ね、左前にヤンキーがいる左前にヤンキーがいてね、右斜め向こうにね、なんかあのトラックがいらっしゃって、なんか右左あの賑やかなんで閉めて寝ますうん、もうシュラフ着ないなら多分このままビャって寝たら大丈夫そう多分、はい、寝れると思いますあ、でも今日なんか久しぶり高速道路の旅楽しかった。なんかめっちゃ遠くに来たからね、本当は心細いんだけど、でもちゃんと熊本にいるから。あの、ちゃんとあの熊本ナンバーの地域にいるから大丈夫。もうね、ビビシャンだからマジ怖い。なんか県外。ビビリ王。ビビリ王です。はい。本当にわかんない。私今、どこにいるのかまた明日楽しみです。ちょっとお散歩してみましょう。はい、ではでは、おやすみなさーいです